は埼玉県小玉郡上里町大浅上保原町にある東日本旅客鉄道高崎線の駅上野駅発着系統と新宿駅経由で東海道線に直通する湘南新宿ライン上野駅東京駅経由で東海道線に直通する上野東京ラインが停車する JR 東日本ステーションサービスが、駅業務を受託する本庄駅管理の業務委託駅。単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、計2面3線のホームを有する地上駅。現役者は、2代目だが、明治からの作りで、震度6強、または、震度7程度の大きな地震があると屋根が崩れてしまう。危険性があるとして、駅長、上里町長が、 意見交換を行った際に、新駅舎の建て替え、あるいは、強城化工事の検討をするとしている。駅構内の古選橋も、ハイレールを使用しており、かなり年季が入っている。ホームの構造は、原則として1番線は、上りホーム、3番線は、下りホームとなっており、一部の普通列車が、特急列車の通過待ちなどの際に対比線の2番線を、使用する。 二番線は、上り側、下り側のいずれも、出発信号機を設けているため、理論上は折り返し運転が可能である。一番線ホーム上には、七福神の像が鎮座しているほか、恋のを泳ぐ池もある。なお、改札内トイレは一番ホーム池のすぐ横にある。指定席券売機、自動改札機、自動券売機、チャージ専用機が設置されている。また、 ホームをつなぐ階段にはエレベーターが設置されている。かつては、緑の窓口も設置されていたが、2006年2月23日にもしもし券売機買えるくんへ置き換えられる形で廃止された。さらにもしもし券売機買えるくんも2012年2月21日に多機能券売機に置き換えられる形で営業を終了した。そのため一時当たり駅で、 指定券等の購入ができない時期があったが、2014年3月、券売機更新により、指定席券売機が導入され、指定券購入が、再度可能となった。2016年3月10日より、始発から午前6時30分までの間は、遠隔対応のため改札係員は、不在となり、一部の自動券売機のみ稼働する。以前は、駅改札口出てすぐ右側に、 キオスクが設置されていたが、後に廃止された。改札外に横断歩道橋が設けられている。また、上穂原駅構内に設置してあるスピーカーの、高崎寄り側が不具合により長らく障害が起きて、いたが2021年10月30日、新スピーカー設置により復旧した。2020年度の1日平均乗車辞任は1977人で、ある。 JR 東日本及び埼玉県統計年間によると、1990年度以降の1日平均乗車辞任の推移は以下の通り。神保原町地区駅北町づくり事業発起人会の第1回発起人会が令和2年9月30日に発足し、神保原駅北口周辺地区の再開発について、魅力ある町づくり、コンパクトな都市づくりへの転換を目指している。 また、学校法人移転について、上穂原駅周辺の徒歩5から10分、10.000坪以上の土地に、高等学校側の希望条件に基づき、候補地の選定を進めている状況である。上里町長は、駅地下に高等学校の移転計画が実現できれば、毎日、先生や生徒など合わせて1000人くらいが駅を利用することになる。 と話しており、それに合わせ、駅舎を強情化し南口からも利用しやすい駅にして行きたいと述べている。また、駅北口側には商店街がある。上里町が運行する、コミュニティバス、小麦1号が発着する。出店広報資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。